어어어어어 어어어 じゃあ、そろそろ、第1回始めまーす。じゃあ、エントリーまだの方は、カウンターの方でエントリーをお願いします。おこんばんは。ザ・ストリートファイター2シリーズ最新作、ストリートファイタースーパーストリートファイター 2X ランキングバトル最新作でしょ、これ。エントリー皆さん大丈夫ですか？まだ出る方いますか？いません？
じゃあね、現在エントリーは12人ですね。12人だとどうしようかな。4人でチーム、4人で3チームでリーグ 4-on-4 ですかね。じゃあ今日はランダムでやりますか。大丈夫ですか。ランダムの 4-on-4 異論はありませんね。じゃあちょっと今抽選します。
はい、じゃあそろそろやりますんで、いや配信代はノージアイラストでお願いします。ちょっとね、 C チームちょっと強すぎたかな、これ。あ、強。まあでも今日はね、あの完全ランダムですんで。キャラランダム、キャラは、キャラは別に、まあ、かぶせ合い方式。うん、男さんって誰？男さんって誰？男さん誰？男さん誰だ？どこだ男さん？こんなやつ、こんなやついる？あれがランダムかもしれない。男ってのは。よろしくお願いします。どうも。ああ。はい、じゃああのちょっと A チームと B チームが5人、 C チームは4人、あのもし途中で誰か来たら、はい、入ってもらいましょう。よし、強い人来ないか なで、このまま誰も来なかったら C チームはじゃあ誰かが2回出ましょうか。強すぎるからいいっすかね。じゃあ1人1回です。よし、1人1回。そうです、 C チームだけ4人ですけど、人数合わせとかしないです。5on5on4。そう、 5on5on4。 なるほどなるほど。 A チームがスイさん、津村さん、ビショップさん、破天荒さん、デルローさんで、 B チームが青木サイクロンさん、ハクさん、男さん、ハゲさん、お茶る丸さんで、 C チームが猪俣さん、バイパーさん、長州さん、山本さん。これはね、かなり触れましたね。大変強い。まあ数で攻めるしかないでしょう。もうそう、杉さんもうファイナル以外は甘えって言ってましたもんね。あ、セブンまで許して。セブンも結構貯めるけどね。じゃあ A 対 B 行きましょうか。杉、津村、ビショップ、破天荒、デレローチームと、B チームの、青木サイクロン、ハク、男、はい、ハゲ、お茶ある丸チーム。よーし、1人1キャラですか。1人1キャラ、1キャラっすね。じゃあ先方だけ申告して、あとはもう自由に、キャラも自由、キャラも自由、キャラも自由。あ、じゃんけんでまずコンパネです。そうですね、ワンピーツーピーじゃんけん。お、杉さんがじゃんけん勝った。 B チームが 2P、 B チームが 1P、 B チーム 1P ね。じゃあ C チームの、あ、じ
じゃあいいや、じゃあ先方は長州さんに申告。B チームは決まりました。A チームは？ A チームはーい。はい、行け。すぐちゃんだよね。食べ過ぎです。さあ、ハゲさんはフェイロン。あ、どうもハクです。よろしくお願いします。男と申します。なんか戦場カメラマンみたいになってる。男と申します。じゃあニット帽まで被って。あ、さて、ハゲさんバルログですかね。ハゲさんバルログで。で、もちろん、あ、ただ、杉さんは X バイソン。お、来た。X バイソン。間違いない。バルログには X バイソン。これ間違いないです。ハゲログ VS？ はい。票を押して。あ、まあでもこれお互い、キャラ体はあんまり分かってない感じで多分、やる感じですかね。それはじゃあちょっとまずいですね。キャラ体が分かってない状態で二人とも戦ったら圧倒的にバルログは有利っていう。なんかこう、ダッパとか出してからなんか、なんとかってやってますよね。ヘッドとか。そうですね、あのグランドをしてあのヘッドっていう。あ、なるほど、掴まれた。あそこね、バックジャンプショーパンチ出すんですけど、うん、それもね、なかなか難しいんだよね、ならないと。これなんかいいね、あのクレイジーとりあえず当てとけば爪もげる感じいいね。そうですね、絶対じゃないだろうけど得意に溜まってるんでね。あ、うまい。立ち台パン。そう、あれはね、結構ね、真上のバルログに来た時にね、結構一方勝ちしやすい。あ、なるほど。そう、あのしゃがみ台パンとか立ち中パンとかそういうイメージなんですけど、まあ、意外とね、あれね、出が早いからね。なるほど、立ち台パン対空スライディングが刺さって、もう一回スラ、爪スラ、スラがさっきから刺さって。そうですね、食らいやすい技ですかなり。ゴロゴロ画面端でチクチクいく、スライディングがさっきからドンピシャで。このスライディングね、ヘッド当たらないんだよね。なるほど、たださっきからガードじゃなくて全部当たってますね。なんかとりあえずクレイジーを出したが、これはきつい。攪拌はなかったが、ゼロドットでテラーは出ないが、これはテラーを出したいが、投げられて、あー、いやー、テラーが出れば勝ってたのか。これが男のキャラだな、やっぱ。続きましてどうしましょうね。どうしましょうか。 A チーム杉さんに対して、あ、お茶、あ、青菜さん行く。あ、竜に当てたい。あ、そうですね。何が？ビショップさんはキャラ何なんですか？サガット、サガット。サガット。X サガット。ビショップさん、X サガット。ここで？来ました。青菜さん。青菜さん。これね、バイソン有利なんですけど、まあ大変だよね。大変です。マジヘッドはね、うかつに出せないし。あ、これ死んだか。死んだっぽい画面。あ、おっと、まあだ、ただ虫の息。いやー、ダブラリー。やっぱね、ダブラリーなんだよね。画面端いっちゃうとやばいっすね。無理無理、10割持って帰る。もうどうしてもためキャラなので、はい、アントビされちゃったらもう立ちガードするしかない。おしまいけるですね。ヒットしてたらこかされて、ガードしてたら吸われる。やばい、杉さん分かってない。これは確定。あー、吸われて、生きてるぞ、生きてるぞ。これはきつすぎ。おっと、グランド、グランド。そう、もうちょっときついぞ。もう立ちコパンが痛いぞ。次食らったら死んじゃうぞ。この距離の、あー、ただ終わった。あー、これは確定。出しちゃうと確定。スパコン出す前の間合いは結構バイソン結構めちゃくちゃいい間合いなんですけど。そうですよね。ちょっと何もできなかったですね。あんま遠いと判定がで、で、完成する間合いになるんで。そう。なかなか突っ込めないのがこのカード。さあ、サガット、ビショップさんですね。ビショップさんの X サガット来ましたね。なんか青いキャラ多いですね。なんかそうだね。バイソンもそうだったし。オートジャンプダイプ高めで高めで潰れた。サガットは背が高いから、やっぱ膝とか出されると引きつけようとか思ってると食らう。お、ピョって、はい、安いぞ、安いが、おっと、ダブルアップ、受け身は取っている。
さあ、青サイさんガンガン前に出る。ミドル。タッチ受け IUC。おーっと、タッチ大パンタイク。これはちょっとし、ビショップさんがかなり冷静でしたね。まあ、IUC OK って感じですかね。大しい。おっと、ダブラリが出てないのかこれは。調子が悪い。そうなんです。調子が悪そうだ。青サイさん、そうなんですって。調子が悪そうだ。あっ、おっと、バニが漏れて。弾きバニシング弾きバニシング。おっと、これは、アパカー。おっと、しまった。しゃがみチューパンが漏れたか、しゃがみ大パンだな。おっと、走ったが、見てる。ダイヤシッター。サル前だったか、これはまだわからない。あ、上が出ない。ジャンプ大パン。上に行った。これは、おー、アパカが当たる。マジで今の。あっと、ダブラリが出ない。ダブラリが出ない。あーっと出てしまった。がっちり上を見ていた。これは、ダブラリが出ない。これは、ボタン不良か続きまして。ボタンチェンジ。どうしようかな。続きまして、あ、お茶丸さん。お茶る丸さん。そこは行きましょう。そこは、バッチリバルログで。バルログは2枚。もちろん。今日のビッグアンドモミハイはバルログが一体もいないっていうちょっと平和な状況だったんですが。ああ、それは平和ですね。かなり。こっちはちょっと邪悪ですね。邪悪ですよ。そして、こちらも青。青。みんな青ですね。やべえ、青縛りか。これは地球ですね、これ。地球あるなぁ。ひょう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 いって。まあ、でも、対戦。お、当たって壊し、おぉ、なんだこれは。あの連携何、おぉ、やばい。すげえ。結構地球かと思ったらちょっとサバンナー。これ、心の隙間。心の隙間ありますね、これ。弱肉強食の世界ですけれども、ちょっと今ら弱者が強者を勝ってる感じになってしまいましたね。あれは、体力あったから、まあ、おとなしくガードでもよかったのかなってところで、ね。でも、バルログあれ当たるんだね。いや、あれはだから、暴れたからだよね。結構近かったからね。いや、暴れちゃったからだね。あ、暴れた、ね。そして1ラウンド取りずつ、取り合って、おっと、前ジャンプコパン。あっ、これが、おっと、さっきから、地上のブッパが当たってますね、アパカの。おっと、ダイアパカ、これは、ピヨルぞ。おぉ、タイガー兄が座れた。おっと、バルログ戦やってるのか、この、持ち前のセンスで言ってますね。かくったぞ、今のは。あぶねっ、うぅ、おーっと、あーっ、おー、スパコンが出なかったけど、いやー、行きたかったが、マジかー。どうしますか、どうする、舞台は整ったなー。えじゃあもう一回ハゲさん、どうする、どうするじゃあ俺行く、じゃあでいいのかな。ここで番狂わせが起きて、男バイソン、ここでようやく赤いキャラが出てきましたね。おっと、これはどうなんだ、これあれですね、 X ですけど、明日は S サガバイソンで小物道がありますが、おっと、2段繋がっている。おーっと、タンパが相打ち、だがワンだった。いやー、ジャンプ台キーが長い。これ、X だとだいぶきついイメージがありますね。おっと、かくって。お、ヘッド、大ヘッド？しゃがみシューパンで何かが潰れた。すーごい飛んでくる。一旦距離が離れたが、グラウンドが刺さってしまう。もうきついぞ。おっと、下タイガー、わーっと、ヘッドしてから、ニョキッと。そして、A チームは、つむら、破天荒、デレロー、3キャラ残っております。
わーっと立ち台パンが長い。おっと画面端、これは死んだ。男全立てしてしまうのか。タチシューパン、さっきからですね、ダッパでつかみを狙ってますね。ヘッドよく見てる、ダヤシ。空達、空達。おっと、逃げたとこに竜巻が仕込んであって。ヘッド。結構体力的に。おっと、グラウンド刺さって。真空離しちゃって。だが、体力はリードしている。あーっと、ロケッティア。これでわからなくなった。開幕ファイヤー、強気。おっと、垂直で避けて。おっと、ちょっと高奥だった。ファイヤー、ファイヤー、これはきついぞ。おっと、2がファイヤーで阻まれて、画面端、これはきついか、溜まってないし、溜まったぞ。ファイヤーがさっきから機能している。ファイヤー、これは、真空行ってきます。いやー、後ろから真空がね、迫ってきましたね。お前、山本です。これはね、ちょっと強いね。キャミンステージ終わっちゃうよ。大将がキャミン。このチーム、大将がキャミン。そうなんですよ。このキャミン強すぎなんですよ、ちょっと。心の隙間をね、ついてくるんで。さあ、中足。さあ、来た！捕らえた！フークソ！またフーリガン。フーリガン起き上がり重ねるって。これがフーリガンコンビネーションの真髄。恐ろしいですね。まあまあそうですね。フラパーもね、起き上がり。あ、裏って投げられた！と思ったが、キャノン。出るんです、キャノンもしっかり。さあ、フーリガン。刺さって、もうあと一発、食らった。で終わり。中足差し込んでいく。チュンリーの中足ですからね。まあ完全に、完全にね。同じですからね。フーリガンはね。ただキャミ戻りがあるんですよね。確か判定が。戻り？うん。中足出した時はいいんですけど、戻った時に当たり判定あるんですよ。キャミは。あ、そうなんだ。でもそれ差し返してるの見たことないな。さあフーリガン来ましたね。これ普通に出すとさ、普通にあのコパンで落とせるんだけど。意外とね、そこの、なんだろう、貫通か、タイミングが絶妙でね、返せないんですよね。ジャンプ中で飛ぶのがね、かなり早めから出してるんで。さあ、破天荒さんの竜。やっぱりこのゲーム、波動がきついが、めくって、ちょっと出なかったけど、しまった。入れ替わってしまった。さあ、このゲーム、やはー、来た、飛びが。通らない、投げられる、しまった。冷静にバックジャンプでしたね。ワンピーがちょっとなんか調子悪いですね、みんなね。今日そうですね、出し切れてないですね。出し切れてない力を。さあ、やばい、スカって投げられた。重ねがスカって、このカード波動打たれるとほんまきつい。ダイヤ支払い対空がね、機能しちゃいますからね。これ食らうか、投げる。さあ来たぞ、こっから。あー、スカル、また重ねがきついきついきつい。飛びは通る。ガーバー、ファイヤー、灼熱、クソ技すぎる。ダイヤシタイクでおしまいと。さあ破天荒流勝利で A チーム。いやー、次は B と C。 悔しいな。 A と C、 B と C 行く。B と C、 B と C。 お、答え4だな。完全にあれですよね、負けないぞ。喋る人がいなくなっちゃいますね。じゃんけん弱い。じゃんけん、いやいやいや、じゃあまず B と C でじゃんけん。じゃんけんは、じゃあ、青沢さん。ラーメン。
で返事してくれましたよ、さすが。え、これ 1P2P じゃないの最初で、その代わりこっちが後出しできる。あー、え、あ、確か、え、そうだっけ、っ後出しできんだっけ、こっちが。こっちが後出しできる。負けたか、負けた人は。え、なんだっけ、あ、先方が申告なのか。え、できたら 1P で 1P、 A チーム 1P って誰か。なんでバイパーさんは 1P がいいんでしょ。いや、よかった、ダメにほら、いいよ、じゃあ 1P で、じゃあバイソン、じゃあバイソン。え、そこまで言った。あ、そういうことでキャラをね、キャラをね。あ、ダメに申告。あ、バイソンなら僕、井ノ端くんはあれだな。じゃあ、いや、細井さんの試合だから、はい、 A チームの誰かじゃない。 A チーム、 A チームの人ちょっとキャラ申告したいんだけど、誰かキャラ申告係になってくれる人。あ、じゃあ杉さん来た。じゃあね、どうしようかな。じゃあ B は、はい、B チーム決まりました。あ、決まりました。え、はい、こっちが 2P じゃんでしょ。あれ、うん、 B が 2P。 さあ、最初に入ってきたのは山本さんとハゲさんですね。山本さんはチュンリー、対してハゲさんは何にするんですかね。あ、 S サガ、 S サガとか。あ、フェイロン、これは結構難しいぞこれはだいぶだいぶフェイロンきついけど、ハゲさんはフェイロンを選びましたね。山本さんちょっとあれですね、今自信なさげな感じでしたね。確かにあんまりやってんの見たことない。巻き込まれて、レイク巻き込まれて、あれは多分カラキャンテンションしないとダメなのかな。さあ、レック、レック投げて、もうレックだな、レック、レック、一生レック、スパコンが出ないが、テンションとりあえず打ってレック、レック、アッパレック、アッパレック、アッパレック、ひたすら作業、ひたすらアッパレック、作業を見つけちゃいましたね。これは山本さんはアッパレックが苦手なんで、あ、おっと、これは、あーっと、これはちょっと入らないんですね。入らないんだね。お、やばい、投げられて、中足投げ、投げ返して、なんだ、レックミスだな、あれは。あ、あれは仕方ない、あれはレックのミスだ。いやー、さて、まあ、お互いちょっとなかなか作業を見つけてきたという感じなんですけどもこれは弾打たれるときつい。飛行が遅いのとフェイロの飛びが早いので水ジャンは難しいですね。支援こすって、あ、あーっと、今のはヒットしていたが支援、お互いさあ、お互いいろいろやっている。これはなんか戦列が飛んできそうだが、やっちゃった、来た、我慢できずに戦列打ったところにちょうどレックが飛んできた。がっちりハマりましたね。いや、今のは運が悪いですね。さあ、山本運が悪かったですね。まあ、打たないで待ってればって感じですね。猪俣さん、ベガ、猪俣さんがベガ、ベガですね。何でも使えるマンですね。ふう、ここにダブル2が刺さって、おっと、シーン、おわちょ、お、中パン大パン、あぶね、うわ、つえ、この技できるぞ。さあ、これはダブル2が飛んでくる、前ジャンプで逃げた。今のはレックか、おーっと、できる、繋がってないが大パンからフェイロン、いいね。これはあるのか。あるよ。おっと、立ち台パンが機能して冷静、ちょっと分かってんのか。これはハゲさん練習してますね。これは擦りすぎた。おっと、ヘッドが化けて、おっと、裏ね、裏手を狙おうとしてきた。これは知ってる動き。おっと、繋がってない、すごいごちゃらせにしている。やーっとゼロドット。お、レックが当たる。あー、レックが出ないが。出たー、これ。もっと、これは、バックジャンプコパンが発生早いんで、相打ちでしたね。はまらないんですねー。さあ、投げて、裏当てを狙ったが、ベガは狙いにくいのか。
できないのかな、もしかしたら。できないのかもしれない。あんまやってるイメージないですね。食らう、めくりがつながって、あーピヨっちゃった。これは苦しい。ここで誰にしようか、どうしようかな。俺行こうかな。じゃあ多分変えるか。あ、お茶丸さん、お茶丸さん行く。あ、じゃあお茶丸さんは、お茶丸本田か。もちろん本田でしょ。お茶丸本田だ。そりゃ本田でしょ。相手がベガならね。お茶本。さあ、黒いワンから。あ、危ないが。なんだ今のは。サイコを吸った。さあ、ピヨルは来たぞ。おいちょ、おいちょ。ごちゃらせに来ている。しかし、この体力差。おっと、相打ち。この体力差きついよ、もうね。これは待ちたいところ。ドスコイ。ドスコイ。確定。もちろんドスコイ。いいホンダだな。いいホンダだ。いいホンダだわ、これ。さあ、果敢に。おっと、うまい。うまい。中盤が。うっと、これは気まずい。お、逃げた。逃げた。美しい。おっと、止めましたね。ドスコイ。さあ、これは、おいしょ、間合いだった。掴んで、来たー、これが、お茶丸ホンダ。これがベガホンダか。これがベガホンダか。あれ一人、そうですね、今、5on4 なんで。これはあ、しんさん。これは追加あるか。ホーク大集結か。ホーク3人も集まっちゃう。だが誰もホークを使わない可能性があるぞ、これ。あるね。おっと、裏から昇竜。いや出るね。さあ、まず取ったのは長州さんの剣。だが猪俣さんを倒したのは大きいぞ。おっと、空ジャンプで追いちょう。あーっと、ジャンプダイパンで潰れる。しっかり、あー、勝利が置いてある。これは、これはで、これは剣が体力リード。これは文字確定。踏んで、きついきついきつい、きついぞ。おっと、あるのか。裏から、うまい。もうだいぶ削れた。おーっと、つながってるし、ぶっ放してった。ぶっ放しましたね。つながるんかい、あの距離。今のはちょっと男らしいな。ツーヒットでしたよ。だやし。さあ、やっと、おっと、長いぞ。あー、ちょっと引っかかる。やっぱ波動だな。うわー、おーっと、危ないが、勝利確定。しまった。これは勝利確定。勝利確定。いやー、パナしちゃった。長州キック。これでおしまいと。お、ここで、青斎さん。青斎先生。2P で、同期で、場は揃った。場は揃えましたね。地球が回る。とりあえずリーチをかけたっていうところですね。あとは上がるだけ。2P 側はダブルリ、あと 2P 側ダブルリ出るのか。もんで、あと、え、なんか化けちゃった。化けちゃったね。まあ、レガレパンチですね、今の。あー、危ない。トップレーン危ないぞー。うー、危ない。ちょっとバニシバニが化けてますね。ちょっとバニってんな。これは厳しい。うまい。もう立ちこばん。出際潰しましたね。これは美味しい。うまい。待っている。ミドル、うまいぞ。今度は打って変わって歩いてくる。やっとエンジンがかかってきた感じですね。あー、あと台足が鋭くて、あー怖い。うわー怖い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 。おっと、怪しい。さぎは美味しいか。あー、おっと、確定。うーん、おー、これだ。地獄好き体育確定。いやー、なんか昇竜拳高かった。すごいな、あの飛びに地獄好き体育をかましていきましたね。これはいい勝負だな。これはわからないぞ。さあ、あー、痛い痛い痛い。痛いが、残技的にはまだ大丈夫な体力。
ブンブン振っ、あっと大足が使って、おっとこれは剣が画面端に寄ってきたが、勝利出る、しまった、掴んで、これはやっぱりもんでからの、うわ怖い、待ったが、お互い低いグしている、バニーが漏れて、これはレッパーはまだだ、やっと波動が飛んできた、俺行こう、よし行きます、おっと開幕バックジャンプトップスピン食らって食らって、これはダメだ、毎回しゃがみぐらいしている、おっと相打ち美味しいぞ、ヘッドを出しちゃう、わーっと勝利で切って、これは刻んでから掴んで、おっと立ち合いパンダイク、ここバイソン落ち着いていきたいところ、膝で掴んで、あーっと、やっぱ膝なんだよなこのゲーム。さあここで入ってきたのは大将ハクキャミ、なんとかしてほしい、さあ来たフーリガンクソコンビネーション、フークソ、あーやばい、ハークハークハーク、ハクコールが鳴り響いております、会場中、会場5000人のハクコールが、そうですね、鳴り響いてますね、地響きが、地響き起きてますね、伝わってますね、あやばいです、やばい、このダウンは痛い、あさあこれは厳しい、フーリガンからのからのめくりが入る、さすがこの男、いや女この女できる、さあやっぱね、まあ最初はねこうなるんですよ、これはしょうがない、これはしょうがない、はい、向こう側からねやっぱ前来る、そうこっからだね、こっから、こっから、うますぎる、ハクのペース、うますぎる、完全に今の見てから一文字をスカリに投げましたよ、まあこれはねしょうがない、さあ分からなくなってきたこの体力差、あーうまい、さあどうなる、縄跳びはお手の物、そう踏まない、ハクは踏まない、踏まない、踏みませんね、エッサガでも踏まないから、さあこれは鋭い、まあ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 これはしょうがない、あそこの前でね何を出すかっていうのがかなり難しいところ、やばい、これはキャノンで逃げる、うまい、投げて投げて止めたが、しまった、これは蹴られてキャノンが当たる、うまい、使った、さあどうなる、ここは、あ球がきつい、球が食らっちゃう、はい、はい、あーあー止まっちまった、止まっちまった、これはクヤピー、勝ったのは C チーム、これどうします、補充、あそれ試合の状況を見て追加するかしないかってこと、何それ、次は A 対 C、さあ A チームは
あんな減るんだね。さて、すごい、ホーク使いが集まっちゃったな。え、今日だよ、ホークオフ会かなんかですか、今日。ホーク、ああ、そっか、竜使い。新さんは一応竜です。新くんは竜使い。元ホーク使い。じゃあこれが勝った方が優勝です。そうですね。さあ、おお、煮干しラーメン出前してくれ。Cチーム 2P、 じゃんけんはどうなりました？勝った。 C が勝ち。内部的に揉めている。2P、 C が 2P。 じゃあ、 先方の申告は、先方の申告、あ、でも、はい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 、もろバレしてますけど、もろ宣告しましたね。ごたて宣言。ごたてもするんすか、猪俣さん。すごい。ごたてできなかったら、はい、A チーム、 A チームはラーメンの出前が全員分、全一ラーメンが振る舞われると。これは流れからしてみんな失敗をする方に、はい、A チームはビショップさん。さあ、決勝戦いってみましょう。ザンギと、あ、先ほどは、先ほどはビショップさんね、ザンギをかなり鮮やかな立ち回りで倒していたんですが、相手は猪俣さんのザンギエフ。やはりこれははめ殺されて終了。やはり回る。5000人の観客にラーメンはやばい。さすがに死活問題。さあ、5000人の観客にラーメン、人足りないでしょ絶対。さあ、垂直は、サガトが勝ったが座れた。これはまずい。大足、まずは一人目ビショップさんを撃墜してきたと。さあ、猪俣さん、やはり精度が半端ない。続いて入っていったのが、デルローさんだ。さあ、デルローさんのザンギエフ戦、バニシング大足、これは美味しい。デルローさんもね、最近すごい画面のその一時の判断力はかなりね、裁量になってきて、結構ここ最近実力が伸びているプレイヤーだと思います。俺も負けたしな。さあ、これはガードするが、スクリュー決まる。真空、あそこで出していくか。しかし食らっちまえば問題ないと思ったが、立ち壊しが当たって、ダイゴスで寄って投げる。さあ、猪俣さんのザンギエフ、おーっと、垂直で着熱。これはかまるからの大足。一生足へ振って勝ってる。さあ、ジャンプしてないのにジャンプ出ちゃった。さあ、飛ばれるとまずいが、これは中足を振ったぞ今。半端ねえ。危ない危ない危ない。
おお、これはまさか、しまった。これはこれはラーメンが、ラーメンか、ラーメン、あーあー、いやー惜しかったなデレローさん、いい試合だったんですが、最後はダブルラリアットで当たってしまった。さあ、津村さんですかね、フォーク。さあ、津村さんのフォークもかなりやばい。回っちゃう、なあ回る、これは死が見え、あら、お返しに投げ返された。トマホ、うー、潰れたー。うわー、光っておしまい、鮮やかなり。さあ、お互いね、これもかなり難しいカードだと思うんですけど、スカリーニ、トマホ、おー、しまった、しまった、これは、いやー光り返した。トマホじゃなくてコンドルダイブか、上から来るやつだね。そう、たまにごっちゃになるんだよ。あーやばい、画面端は、画面端はまずい、いやうますぎる。あー、さらに、お、やり返された。マシ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 で、マシマシでいろいろマシマシでマシマシだったな今のは。欲張りすぎる、やっぱね、動画映えしますね、間違いなく。いやー、フォーク対ザンギア見てる方は面白いですね。見てる方は面白い、うん、やられたくはない、ね、やりたくはないですね、うん、さあ入ってきたのは長州さんの剣。あの前うめえな。さあ、道着とフォークもね、結構ね、見てて面白いんですよね。これ相打ち、ダイヤシと、トマホークから、はい、小足が、あ、小足じゃねえわ、ショーパンチガードしただけでね、やっぱね、死が見えるんですよね。ね、すごいキャラだよ。開幕から投げられたらさすがに、気まずすぎる。死んだか、これは投げる、投げる、なんとか逃れ切ったが、まだわからない。ホークは1ドットさえあれば逆転ができる。まだ、あっと、あっ、あっと、今のはちょっと危なかったが、がっちり、やばい、がっちり決めてった。やばい、この今のはさすがにやばすぎた。さあ、エンジン全開ですね、これやばいな。ぶん回していく、入ってきたのは、ほぼ山本チュンリー。あ、これは死んだか、さすがに開幕捕まれるのはやばいと思ったが、なんとか、あー店長が、なんかフリーダムな動きをしているが、うんうん、抜けた、抜けるが、もうきついでしょう。あー、空中戦、いくらね、空中戦が強いチュンリーでもね、あの距離はちょっときつかったのかな。きついな。さあ、弾が、てか弾がないっすね。あ、死が、死が見える、おお、聞こう、おー、あー、やり直した。おかわり、おかわり、もういっちょっ、あー、光るんだよな。これ補充希望ですか、補充、替え玉、替え玉替え玉必要、あえ玉しかないみたい。まあ、バイパーさん、そう、バイパーさんが全部倒せばいい話なのです
ね。あ、そんなこと言っちゃう。さあ、これはなかなか都内でも見ることがあんまりない。このホーク対決は熱い。あのね、あんまり見たことないんでね、このカードはね。これはレアカード？レアカードです。プレミアカードですね。そもそもホーク使いがね、全然いないのでなかなか見る機会はないですね。あー、回されていた。さあ、これはさあ、いかついぞ。まず勝ったのはバイパーさん。魔法回る。これは一回はまると、しかしバックジャンプで消えたが、これ食らう。フォーからダイヤシー、フォー、フォー、ジャンプ間に合わねえ。ダイヤシー、ダイヤシーだった。バイパーさん勝利で、残りはさあ、え、あと破天荒さんと杉さん、はい、破天荒さんと杉さん、杉さんが大将、総大将、杉、まあ当然の結果でしょう。まあですよね、杉さんやっぱ大将やないとダメでしょう。まあ実力の世界ですからね。そうですね、うん、はい、妥当な判断だと思います。妥当な、無難な判断、無難な判断ですね。しかし破天荒さん、ダイヤシ、この前のね、破天荒さんのね、この波動拳出し具合がね、結構ね、うまいんですよ。絶妙な波動拳。しかしそれをものともしないバイパーさんの弾をさばいていく。うわ、波動拳ほんと食らわないな。フォー、しまったー、これは捕まった。回しながらめっちゃ上空に飛んでるから相当な筋力使いますよ。相当だよ。うん、人間離れしてますよ。人間離れしているこの鷹。さあ、画面端行ったはいいが、さあ、フォー、フォーからして、ガードして、して、あの箱を食らったのでアントビーにはならないと思うんですけど、箱が命を救う。 うまい。お、フォーからしまっ、あ、飛んでいた、だがまだわからない。あ、大キック、大キック、あれが長いんだ。さあ、大将戦、場は整いました。杉さん、さあ、これは X か S なのか、どっちで行くのかって話なんですが、どっち、どっち、杉リアル X バイソンか短波ためすぎか。お、あ、これはこの色はもしかしてやはり S バイソン短波ためすぎ。さあ、ゲージ消失。大将短波ためすぎっていうパワーワード感がねすごいんだよね。しかしこれ S キャラはきついぞ。さあ、俺たちのバイパー、やはり俺たち決まっちゃうとね、決まっちゃうか。さあ、杉さんのメンタルがボロボロになってなきゃいいんですが、いや、杉さんは諦めない、諦めません、苦痛の男。さあ、来た、ダンパ突っ込んじゃった。あこれは頼む、これはこれは、おー、暴れていった。さあ、セブン、あー、リバーサー、危ない危ない危ない、やり直された。ワンチャンあったけど惜しかった。さあ、大接戦でした、大接戦でした。大接戦だったね。さあ、優勝は C チーム、おめでとうございます。いやー、バッチバチの試合だったな。回るホークが回すたびに歓声がすごい上がってたね。ホークはそんなやりづらいキャラだったかな。結構やりづらいっすよ。
難しい。フォーク使う人みんなうまいからな。さあ、はい、じゃあ本日優勝は C チーム、C チーム猪俣バイパー長州山本チームおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ写真撮ります。くそー、本当きついのはないっすよ。
ところはでかくないタイプ。ラウンド2ファイト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 なぜなのか知らない。似たような感じ。ダイヤルイン。ラウンド3、ファイト。サイコン、アドバイス、アドバイス、アドバイス。もしくは遊びたいだけです。サイコン、アドバイス、アドバイス、サイコン、アドバイス、アドバイス、アドバイス。
Look it!
Okay.
hot wind. Oh!
Fight!
Oh, you can!
can't win. Come on.
Round 3, fight!
Fight!